皆さんこんにちは。前回もたくさんの高評価ありがとね。高評価1000件いかなかったら失踪するこのチャンネルなんだけど、いつ失踪させてくれるのかしら。なんでお前は失踪することしか考えてないんだよ。ちなみにこちらのともしびの星の高評価が1000件いかなかったので失踪中です。お前それスリラーズ戦だった。どこからでも遅くはないぞ。ということで失踪したら〇〇のコーナー。失踪しないでください。悲しいです。純粋に悲しい。やっぱりそうなるのか。失踪したら不安の声がもっとガチャガチャになる。いや今回からスコール声の調子がいいんだよ。あー、また調子悪くなってるだけじゃ運収大変なんですもん。こんな状態でしょ。お、に、よ、ね、さん。ポンコツを脅すためのナイフはどこだ。はい、お待たせ。もう早すぎだろ。あ、ふお願いします。紹介してください。何でもしますから。じゃあまずは焼きそばパン買ってきてもらおうか。次に使うんじゃねえよ。失踪禁止令ワン。小便器専門チャンネルにします。了解です。聞かよ。マジで何やってんの。今回もたくさんのアツコメありがとうございました。失踪したら大変な目に遭う。わかりましたから、一旦公表を置きましょうか。天使霊夢と悪魔霊夢の合体系だー。おっと愛になってるのがめっちゃいいな。イラストありがとうございます。それで何するんでしたっけ。コメント紹介の動画作って満足してるんじゃねえよ。これゲーム実況動画なんだからな。違いますよ。いろんなチャブ台を紹介するチャンネルですよ。それ誰に需要があんの。波平さんとかじゃない。チャンネル登録者1名もあんない。需要低すぎ。お前とはいずれこうなる運命だとは思っていた。コメントで次はパピウス戦ですねってコメントあったもんな。人間よ、複雑な感情について語ってもよいか。それは自分と同じようにパズたわいするものを見つけた喜び。自分と同じようにパズルが得意なものへの憧れ。イケてて頭のいいやつにイケてると思われたいという願い。これこそ貴様が今抱いている感情だな。俺様にはそんな気持ちはさっぱりわからんが、何しろ俺様は偉大なるパピウス様だから。友達がたくさんいるやつの気持ちなんて普通に知ってるし。孤独な人間よ、貴様は哀れだ。だが案ずるな、俺様が貴様を一人ぼっちにはしない。この偉大なるパピウス様が貴様の。パピウスよ、私の友達になりたいのですね。ダメだ、やはりこんなことは許されん。俺様は貴様の友達にはなれないのだ。貴様は人間、俺様が捕まえなければならん。貴様を捕まえれば俺様の長年の夢が叶う。強くて、人気者で、有名人。それがこのパピウス様。じきに、ロイヤルガードの一員になる男だ。パピウスに行く手を塞がれた。パピウスよ、自分に正直になりなさい。この頭脳明晰で容姿端麗な私と友達になりたいのでしょ。本当にこんな奴と友達になりたいのか。何くどいてんだよ。俺様をくどいてるの。上に貴様の本当の気持ちを明かしたな。だが、貴様は自分が俺様にふさわしいと思うか。スパゲティ作れます。お前料理から好きしダメだろ。なんと、貴様は完全に俺様のタイプだ。ということは貴様とはデートしないといけないな。そうしそう愛かよ。それではデートしよう。貴様を捕まえた後でな。そう、おじゃねえよ、その顔やめろ。え、何今回こんなの続くの。ブラウザバックしよう。ブラウザバックすんな。別に本気でパピウスに惚れたわけじゃねえし。パピウスはデートに来ていく服を考えている。霊夢は何着ていこっかなー。すごい楽しみにしてるじゃねえか。パピウスは何着ていくか分析してやろ。パピウスアタックに10ディフェンス20。なははッチブセ。なははは。パピウスを落とす方法とかを分析してくださいよ。お前天使の仮面をかぶった悪魔だろ。最近は悪魔より毒づいてると噂になっておりますが、パピウスはデート的な何を用意するか考えている。全然話が先に進まないんだけど、押してダメなら引いてみます。マジで骨と饅頭の駆け引きなんて見たくないんですけど。俺様が貴様と戦いやすいよ。気を使っているのか。そんな親切を受ける我々はない。マジで早く進めろよ。無理されないに焦りは禁物ですよ。だから一人身なんだな。お前らも一人身だろうが。パピウスは耳の後ろにボンコロをつけた。雨の香水。恋愛わからない。もう疲れた。なるほど、戦うつもりはないんだな。では俺様の有名な青攻撃を食らえ。これがサンズの言っていたパピウスの青攻撃。青は動かなければ大丈夫。青は動かなければ大丈夫。青は動かなければ大丈夫。あ、もうやっぱりパピウスさん霊夢のこと捕まえる気ないでしょ。やっぱり霊夢の見込んだ通りの骨だよ。お前本当に初恋の相手が骨でいいのか。まあパピウスがどうして持っているなら。霊夢の心臓は青くなったんですけど。これは病気ですね。間の恋だの言ってられなくなりましたね。入院です。これがパピウス様の青攻撃だ。なはははははは。青くなった。青くなったらどうすればいいんだよ。でも天使霊夢は攻撃など絶対にしないのです。霊夢には何を聞いていこう。あれ、ハートが地面にいて、いつもの自由に逃げ回る感じじゃなくてジャンプで避けるって感じか。結構簡単に避けられますよ。結構あっさりやられちゃいましたけど。貴様は弱すぎる。こんなに簡単に捕まえられるとはな。これから貴様をプリズンゾーンに閉じ込めてやる。兄ちゃんが言うところの、うちのガレージだ。貴様は犬親息だぞ。なははははは。しかしみんな本当イラスト上手だね。悪魔霊夢と天使霊夢、それにフラウィ。イラストありがとうございます。ガレージどころか豚親じゃねえか。ガレームにちょうどいいね。お前は星書きにしてやりましょう。いや、やめて、パピウスの書き置きだ。悪いが、あんたインタクルームでこの部屋でおとなしくしといてもらう。ごゆっくりおくつろぎください。お食事と休憩場所もご用意しました。なははのは、パピウスより。まあまあお食事でもどうぞ。残念ながら、ただのカリカリのドッグフードだ。きっと霊夢の思いが伝わってなかったのね。また来たの。しつこい女は嫌われるぞ。まったく、あの人間はどこへ消えたのだ。目の前にいるではないか。もう、迷子になったかと思って心配したんだからね。ああよかった、こんなところにいたのか。違う。牢屋から勝手に出ちゃダメでしょ。早く戻って。次はパピウスさんにふさわしい女だってことを証明してみせますよ。はぁ。耐えられちまったじゃねえか。さっきは脱走できたかもしれないが。今回は設備をアップグレードしたからな。貴様は再び閉じ込められ、
見せたくなってしまうだろう。なはははははは。アビウスの書き置きだ。見せるときは事前にご相談ください。急になくなって心配したんだからね。ちょっと骨に来てる、パピルスより。お前必死すぎない？パピルスを説得するには霊夢がパピルスにふさわしい女だということを証明する必要があると思うんで。また来たの？あ、もう引いてるって。これは多分俺様のせいだな。俺様がスパゲティを作ってやるなんて言ったせいだ。だから貴様は早く作ってほしくて会いに来てしまうのだろう。なら、仕方がない。パピルス様も腹ペコだ。朝飯前に肩をつけてやる。ぐはぐは。貴様もしつこいやつだな。だが、俺様には通用しない。俺様の方が猛烈しつこいからな。もし、貴様が自分の方が全然しつこいと思っているなら、それは違うぞ。文法的に間違っている。正しくは、全然しつこくないとも言えなくもなくもない。だ。どうだ、勉強になったか。やはははははは。パピルスの書き置きだ。止まるところがなくて困ってるんだったら。そう言ってよ、戦わなくていいから。ご用の際はお申し付けください、パピルスより。なあ、もう別の方法を考えようぜ。そうだぞ、人間と骨が恋愛するなんて無理な話だったんだよ。こうなったら何が何でも認めさせてやるからなー。お前最近は気まかしてきてない？え、また来たの？そうか、本当の理由がやっとわかったぞ、貴様。俺様の顔見たくて見たくて仕方ないんだな。は、は？べ、別に違えし、それしか方法がないと思って話に乗っかってただけだし。あ、てれんなてれんな。そんな風に思ってくれてる奴と戦うわけにはいかないよ。っていうかぶっちゃけ貴様を捕まえるのがめんどくさくなってきた。パピルスと戦う？そこまで言うなら見逃してあげなくもないですよ。お前のしつこさには負けたよ。そうか、なら、俺様も自らの失敗を認めよう。よほほほほ。貴様のように貧弱なもの姿をすことができないとは。アンダインに呆れられてしまうな。俺様はロイヤルガードになんてなれないし。友達の人数だって増えはしないだろう。なんという？友達に、なりましょう。え、本当に、俺様とお友達になってくれるの？それなら、特別に。貴様を許してやってもいいだろう。不動、デートに行く前からお友達止まりだなんて。さすが俺様。友達を作るには、ダメダメなバブルをやらせて、バトルをすればよかったんだね。人間、貴様はいろんなことを教えてくれた。よって、ここを通って良いものとする。それと、自分出る方法だって教えちゃうぞ。このまま進んでいくと、洞窟の終わりに着く。そこが都だ。そこにあるバリアを抜ければ外の世界に出られる。バリアは我々を指定の世界に閉じ込めている魔法の封印。こちら側に入るのは簡単だが、外へ出るとなると話は別だ。強い魂を持つ者でないとバリアを抜けることはできない。だが貴様ならできる。だから王様は人間を捕まえようとしているのだ。人間の魂の力でバリアを壊す。そうすれば我々モンスターは地上に戻れるのだ。あ、それともう一つ大事なことを言い忘れてた。出口にたどり着くには王様の後ろを抜けないといけない。全てのモンスターを滑る王、彼のことは誰もが大好きなんだ。王様はモフモフしててすっごくいい人だよ。だからきっと心配ないよ。ドリーマーさんを家に帰らせてくださいってお願いすれば、バリアのところまで案内してくれるはず。そんなわけで、話が長くなったな。俺様は家に帰って貴様の頼れる友達として待機しておく。いつでもデートしに来ていいぞ。なはははははは。王様、モフモフ。王様ワンコ説が浮上してきましたね。てかもうパピルスルンルンじゃねえか。いつでもデートしに来ていいって。別にデートなんてクソくらいですよ。デートを始めよう。よし、じゃあデート始め。お前さっきデートなんてクソくらいって言ってただろ。時代は刻一刻と変わっていくんですよ。デート、スタート。これからお前とパピルスのイチャラ組見せつけられるとか無理なんですけど。きっとオートシャが出るな。実は俺様こういうの初めてで。でも安心して。俺様のモットーは4周と。図書館でデート公式ルールブックを借りてきた。だから絶対楽しい時間になるぞ。じゃあ、早速読んでみよう。スティックイッチ、コントローラーの X ボタンを押すとデート用メニューが開きます。X ボタン、コントローラーでデートしてんなよな。不動、情報満載。情報満載かもしれんが全然意味がわかんないんだけど。それでは次のステップ。もうさっさと中止で終われよ。おじひん。ステップ2、相手をデートに誘いましょう。俺がデートなんじゃなかったの？おほん、人間、この、偉大なるパピルス様は、貴様とデートをするぞ。どうしよっかなー。どれすんな。本当に、不動。これいつまで続くん？ってことは、次はステップ3だな。ステップ3、不動には気を使いましょう。お待たせ。いや、なんかおかしいって。包帯ってなんか中二っぽくていいだろ。不動に、気を使う？貴様の体に縛りついてるその包帯は。おー、相手引いてるじゃねえか。まさに素敵な服装ではないか。バカなの？ハロウィンじゃねえんだぞ。それどころか、貴様はずっと前からすでに素敵な服装をしていた。え？この囚人が着るような服が？ということは、まさか俺様と出会った瞬間からデートしたかったのか？そんなこと言えない。もう帰りたいんですけど。そんな、貴様すべては計画通りということか。デートにかけては俺様より数段上のようだな。なんという凄まじいデートパワー。デートパワーってなんだよ。しかもこのゲージいっぱいになるまでこんなん続くわけ？地獄だな。どうやらデートはここまでのようだな。何があった？それとも貴様に俺様の秘密が暴けるかな。まあ無理だろう。この服装のシークレットパワーを当てればいいんですね。実はパピルスはハゲだった。いや、そもそも骸骨だしさ。ということでここだ。帽子か、帽子。そう、帽子だ。やあはははは。え、当たったの？いい意味、見つかってしまったのなら仕方があるまい。これはプレゼントだ。貴様のために用意した。シャネルのバッグとか。この腹黒天使が。お、これはパスタ。これがなんだかわかるか。シャネルのバッグじゃないことはわかりました。スパゲティだと思っただろう。え、違うの？そうだ。妄想なんかい。しかし貴様は大きな間違いを犯している。ただのスパゲティではないのだ。職人が丹精込めてこのタイトルに
君のガチで釣ったのが、料理したもの。人間よ、これでダメだ。これ以上続けても無理だ。さ、食べます。お前今回体張ってんな。おお、食べた。思わず顔をしかめてしまった。なんとも言えない味がする。なんか情熱的な表情。俺様の手の裏よほど気に入ったのだな。ってことは俺様のことも気に入ったということだな。俺様よりも俺様のことを気になっちゃったかもってことだな。しかしそんなまずいパスタよく食ったな。無理さが作るのと同じ味がしましたよ。それどういう意味だよ。え、デートパワーのゲージ振り切ってますけど。おっしゃーな。霊夢のくせにうざ。人間よ、これではっきりした。貴様は俺様に首ったけだ。貴様の言うこと、貴様のやること。みんな俺様を喜ばせるため。人間、俺様も貴様を幸せにしたい。だから今、俺様の気持ちを告白しよう。ついに伝える時が来た。この、偉大なる、パピルス様は。俺様は。なんであいつだけやたら自信満々の顔してんだよ。その。なんか、ちょっと熱くない?俺だけ?その、なあ、人間。すまない。俺様は貴様のことが好きだが。恋人同士の好きとは、ちょっと違う。俺様なりに、頑張ってみたよ。貴様に口説かれたから。とりあえずデートをすれば。貴様のこと好きになれるかもって。貴様の気持ちに応えられるかなって。だけど残念ながら、それは俺様の、思い違いだったようだ。やっぱり俺様の気持ちは変わらない。その上、デートなんかしちゃったせいで。貴様をもっと俺様に夢中にさせてしまった。貴様の気持ちに火をつけてしまった。貴様を手口のない愛の檻に捉えてしまったのだ。大切な友達になんてひどいことを。いや、待て、ダメだ。俺様は絶対に失敗などしないのだ。人間、俺様は貴様を決して見捨てはしないぞ。これからも貴様のいいお友達でいてやる。今日のことはなかったことにして。そもそも、貴様はめっちゃいいやつだ。貴様との友情が壊れるなんて、耐えられない。だからお願い。俺様は貴様にキスできないけど、どうか傷つかないで。大体、俺様には唇がないし。いつかきっと俺様くらい素敵な人が見つかるよ。いや、それはないか。でも、2番目に好きな人ときっと幸せになれるよ。やはははは。あ、そうだ、今度から俺様に連絡したいときは、この番号に電話してね。いつでもかけて。お友達としてね。俺様はもう行くね、にゃはは。